き戻れ。最近ワンピースを読み返してんやけどさ、何回見てもあのエースのあのシーンだけは意味がわからん。なんでなんやろ。急に赤犬めっちゃ喋るし、あそこだけなんか異端だわ。おかしい、あそこだけ何か。あそこだけオダッチじゃない。あそこだけ絶対オダッチじゃない。おかしい、あそこ。ほんとワンピース見たことない。見るべき、見るべきかな。でもね、なんかうちずっとアニメで見てたんだけど、ちっちゃい時から。最近になって漫画で読み始めたら、漫画のテンポ良すぎてびっくりした。やっぱアニメは結構まったりしてたんだなって。漫画はね、すごいポンポンポンって読める。引き伸ばしやばい。そうだね、子供の時見てた時は全然気になってなかったけど、なんかそういえば、なんかドラムとオールフィーが必死に登るとこめっちゃ長かったなって思うもん。でも最近になってめちゃめちゃワノ国めっちゃ作画良くないか。ちょっとだけ見たんだよね。あの漫画まだワノ国読んでないんやけど、ちょっとどうしてもおでんの話を見たすぎて漫画で見たんだけど、めちゃめちゃ作画良かった。超かっこよかった。作画監督変わった。あ、そうなんや。へー。